これ絵がよし、いきます。あっ、あはははは、今のは何ですか、わざとですか。わざとす、わざとす、かぶせようとしました。あー、どうですか。いきます。はい、お疲れ様です、ラットです。そしてどうも皆さん、こんにちは、キョンキョンです。はい、ということですね、今日はもう雑談、雑談、雑談動画。はい、こういうの普段あげられますか。いや、もうないっす、ないっす、初めて。いや、こういうのいいっす、僕好きっす、聞くの。超ゆっくり、ゆっくりゆったり。はい、お願いします。ビタミン飲みながら、いただきます。ちょっと結露で開かないですね、なかなか。出しません。あー、ありがとうございます、ありがとうございます。あー、めっちゃ滑る、めっちゃ滑る、本当に。あー、ありがとうございます。じゃあ、お疲れ様です、お疲れ様です、お疲れ様です。何ですかこれ。あの、ビタミンなんで風邪ひきにくくなるんですよ。なんかストレスとかが溜まると、その体が疲労するとビタミン C か B か D とかを消費するらしいんですよね。いや、美味しいっす、それを蓄えるっていう。いや、美味しいっす、美味しいっす。これも食べてくださいね。はい、コーラの分。いや、これ美味しいやつなんですよね。美味しいです。たまに買っちゃうんですよ。もういただきます。ゆるいんですよね、今日。あ、もうすでにゆるすぎるまでありますね。どういう雑談なんですか。え、なんか、何でも、何でも話してる。何でも。例えば、で、僕、あー、いますか、いますか。第一印象だな、まずは。あ、僕がラップさんの、はい、第一印象か。いや、まず、なんか、何こうやるとむずいですね。意外と難しい。いや、まんま、まんまです、まんま。あ、でも、あ、いいっすか、これ言っていいっすか。はい、もう、どうぞ。なんつうんだろうな、砕けてる一面を最近見れたっていうのが僕の収穫というか感じです。だから最初は、はい、こう、なんか真面目というか、なんか静かめ、あ、静かめの方かなって思ってたんですよ、はい、最初。はい、で、そのね、例えばお家に来たりだとか、どうぞるさんちも一緒に行ったじゃないですか。てか、あの時、これ言っていいのか分かんないですけど、あの時パンツ忘れませんでした、どうぞるさんちに。あ、そう、忘れました。忘れましたよね。なんで覚えてるんすか。いや、どうぞるさんが、え、これ救急さんのすかって言ってきて、いやいや、違います、あ、じゃあラットさんのかみたいな。そう、忘れたんすよ。そう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 。で、そうっすよね。で、なんかこう、そこのどうぞるさんちでなんかクラロワしたりしてる時に、なんかやんちゃだなみたいな思いましたね。最初真面目からのやんちゃっていうんです。なるほど、なるほど。で、僕はもう今これがもうラットさんっすよ。ああ、皆さんの見てるそのものだと思います。はい、うん、って感じですね。え、逆に僕のどうなんですか。僕の第一印象なんですか。第一印象、怖い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 、むずいっす、これ怖いっす、むずいっす。このままですか。ほんとっすか、ほんとっすか。すごい存在でしたもん、まずキョウキョウさんっていうのが。あるだ、そうだ、そうだ、いや、そんなんじゃないですけど、これがありえない状況ですもん。いやいや、な、いや、ほんと、なんでその、おだて作戦。いや、ほんと、おだて作戦、もうやめてください、ほんとに。ほんとにそうですからね。いやいや、ほんと、もうやめてください、ほんとに。もう、なんすね、うん。あー、ねえ、ねえ、ねえ、そう、第一印象、そうっすね、ほんとに、まあ、はい、もう、なんか、いやー、なんだろうな。第一印象、ほんとにもう、第一印象、はい、はい、めっちゃ元気な人です。ああ、なるほど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 。もうそのまんまですね。はいはい。ああ、それ嬉しい、それ嬉しい。めっちゃ元気な人からのめっちゃ元気な人で、しかもめっちゃ努力家というか頑張り屋さん。なんすか、なんすか、ちょっとちょっと鳥肌立ってすよ。うわ、いいこと言うよ。本当に。やめてください、本当に。なんすか。ねえ、あの第一印象もそっか。確かにな。逆にドズルさんの第一印象とかな。あ、言っちゃっていいっすか。聞きたいです、聞きたいです。ドズルさんの第一印象な。まあ、言っても、その第一が真面目な場だったら、あ、この人真面目なのかなとかなるし、パーティーとかだったら楽しい人だなみたいになるんで、まあ、一概にね、そうですよね。確かに。変わってくる可能性はありますね。そういうことですね。そうなんです、ドズルさん、第一印象。ここだけの話。言っちゃいますか。言っちゃいましょう。ドズルさん。ドズルさんの第一印象。会った時ですよね。そうっすね、会って、そうっすね。一番初めに会ったのが、いやー、確か日本一決定戦ですか。そうですね。ね、スタジオで。そう、それで会った時です。はい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 。でも全然お話とかもその時はしてなくて、はぁはぁ、その後になんか一緒に撮影をさせてもらって、はいはいはい、
やもうなんか改めて話して、はい、この距離ぐらいで話して改めてもう、はいはい、もうめっちゃすごい人だみたいなのを実感したのありますね。ドドルさん、なんすか、頭めっちゃ回って話無限にいくじゃん。めっちゃ上手です。ビビるっすよね。僕喋れないですから初めて、もう本当に持ってくるですから、もうめっちゃいろいろ言ってくださってサポートしてくださってもう、うん、本当そうっすよ。ドドルさん見てますかこの動画あのね、ドズルさんね、話がやばいっす、話がやばいっす。頭の回転、おげぱないっすよ、おげぱない。いい方のもう、やばすぎます。やばい本当にやばいです。そうですね。そっか、ラッドさん、ラッドさん普段どんな生活なんですか。どんな生活ですか。寝て起きて、はい、大学行って、はい、帰って、はい、クラロワして寝るです。おー、なるほど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 。あ、でも言っても、まあそっか、他のプロ選手とかもそういう方多いっすね。あ、逆に大学生の、はい、大学行ってる時のキャラってどんな感じなんですか。わ、それめっちゃ知りたいです。あ、キャラですか。僕は、はい、まあいじられることもありますけど、はいはいはい、いじることもありますね。おお、両方キックしますね。はい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 。今は、はい。え、どんな感じでいじられるんですか。なんかこう、わかんない、いじられるって確かに種類ないですけどね。あ、はい。なんか、なんていうんですかね。難しいですね。難しいですよね、確かに。あ、でもそうなんですね。いじったり、いじられたり。はい。あ、じゃあ、はい、愛されキャラ的な。いやー、だって嬉しいですけど。そこはもう、わかんないです。え、キョンキョンさんはじゃあ逆に普段、どんな生活してるんですか。いや、僕、まあ変則的ですけどね。変則的。なんか、ルーティーンとかないんですよ。あ、はい。え、まあ、でも、はい、普段これが多いみたいな。そんな生活が。朝起きて、はい、大学行って、はい、で、夕方帰ってくるんですけども、はい、夕方帰ってきて動画撮る、あ、はい、か動画撮って寝るっていう日かつまんない、めっちゃつまんない、あ、はい、学校から帰ってきて飲み会の場合があるんですね。あ、で飲み会がある日はその前日にその日の動画ちゃんと作って、ああ、もう準備してるんですね、っていう感じです。だからそうですね、飲み会がある日の前とかはこう忙しくしますね。なんか、はい、で飲み会行って帰ったらもうすぐ寝るみたいな。まあそこからまたなんか動画撮っちゃったりもするんですよ。ああ、もうでもそんな飲まないんで、てか飲めない、頭痛くなっちゃうんで。あ、はい、そうなんですよ。まあ、家帰ったら抜けてるんで、じゃあ動画撮るかみたいなことっすかね。でもラッドさんなんだろうな、なんか大学行ってる想像できないですもん。言ったら学生ですよ、ただの普通の学生です。で、まあ1年ですもんね、はい、逆に多分視聴者からしたらキョウキョウさんが、はい、なんかはもう YouTuber なんで、はあ、はあははあ、もうなんか大学生って逆に思えないです、キョウキョウさんの方。いや、僕は大学生っすよ。普通に、いや、覚えます。マジで覚えます。マジで覚えないです。いや、ほんとっすか。これ見て、多分、え、キョウキョウさん大学行ってるんですかみたいな、多分。ああ、なるほど、なるほど、はい。初めて思う方もいるぐらいだと思う。はあ、大学3年なんですよ、今、3年で。いや、そうなんすかね。だから僕はもう普通に、まあ、大学行きながら YouTube やってるって感じなんで、なんかこう、そう思われるのが新鮮ですね。ああ、まあ、思われてるっていうのを知るのが新鮮。ああ、はいはい。ですね、ですね。え、ラッドさんが、大学行ってたら、はい、え、リュックとか背負ってるんですか。普段リュックです。リュック背負って、リュックありますよ、ね、で、携帯いじりながら、はい、なんか、今日も眠いなみたいな感じで、そんな感じ。大学生じゃないですか。いや、大学生そう。だって大学生そう。いや、そっか、そうなんすね。いや、想像できないですね。多分視聴者さんの中でも想像できないですよ。なぜならば、やっぱそのかっこいいその舞台で、その集中してる舞台を皆さん見てるんで、おそらくうん、そこの印象がやっぱ強いと思うんですよ。そうなんですか。プロ選手っていうイメージの方が絶対強いですよ、視聴者さんからすると。普通に大学に通ってる学生です。はいはいはい。わあ、マジか。え、大学は結構パーリーピーポー系なんですか、それとも。どういうことですか。なんか静かめか、なんかこううえみたいな、いいえみたいな、いや、ハイタッチしちゃうみたいな。もうどっちでもあります。あ、もうそうなんですね、はい、はいはいはい、もうなんかもう上がっちゃった時はもうやばいですね、もう。はいはいはい、パーリーピーポーけど、まあ普段は別に、まあ普通に友達と話すとか、はい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 、普通、まあ普通の感じですね、の幅広いバージョンですね。なるほどなるほどなるほど。こうちゃんとパーリーピーポーになる時もあるし、はいはい、もう下の時もありますよ。あ、いや、もモテたりするんですか、やっぱり。それなんですよ。はい、モテないですよね。本当っすか。マジでモテないです。いや、なんかそう言うじゃないですか、はい、実はいや結構モテてる説あると思うんですよ、本当に。と僕も思いたいんですけど、マジで残念なことでも思ってる。本当ですか。残念って言っても、まあ、僕は
まあ彼女がいるんで、まあ、そうですよね。そうですね、モテる必要はないんで。確かに確かに。ああ、はい、そっかそっか。あ、でもモテるもこういろんな意味合いがありますよね。確かに。こう男子に男性にモテるっていうのも別にあると思うんですよ。なんかあいつイケてるよね、あいつ結構なんか面白いよねっていうモテるとか、それ嬉しいっすよね。うんうん、嬉しいっす、嬉しいっす。あと普通に女性からも、でもラットさん、まあラットくんなんですか、ラット、わかんないですけどラットくんとか呼ばれないですよね、さすがに大学で。でもラットくん、だからラットくん、なんかこう優しいよねみたいなモテ方もあるじゃないですか。まあそうですね、確かに。でも僕大学でもキヨキヨっすよ。あ、もうあ、でもだって絶対知られてるじゃないですか。いや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 、知らない人いる、いやいます、逆に。いや、お、いやいや、本当に本当に本当、いや女性とかね、あれなんですよ、もう僕に全く興味ないですから。何 YouTuber うーんみたいな。でもそれで YouTube でいいみたいななりません？あ、でもなんかその噂であいつ YouTuber らしいよってなるんですよ。なんかそれでへえみたいな。でなんか動画見て、そう動画見てたんすよ、僕の講義、僕講義受けてたら、そこですか。そう、いや多分噂で知って、え、あいつ YouTuber、 どんな上げてんのっつって、でその場でミスが晴れ、今日気まずかったっすよ本当に。いやいやいやみたいな。マジで気まずい。おいしいっすね。おいしい、うん、これ伸ばしちゃうあるあるないっすか。あー、まあやります、やりますよね。やります。こう一旦伸ばしてふむふむふむ、からって食べる。戻ってくるんですけどね。戻ってもらって、おいしい。ということで、今日はですね、キョキョさんと雑談してきましたけど、キョキョさんのチャンネルでもコラボ動画上がると思うので、そちらでもぜひ見てください。また、キョキョさんのチャンネルの方も概要欄に貼っておくので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。早いっすよ。